未来の方、新たなる地球世紀へ、大川隆法。前書き。文字通り、あなた方の未来を作り、この国の未来を作り、世界の未来を作るための根源的な願いを込めた一書である。私の目には、未来とはゴムボールのようなもので、どういう方向にも投げることができ、どういう方向にも弾むことができるもののように思える。どういう心がけを持ち、どういう志を共同して構想するか、これで玉筋が決まるのである。暗く悲しいものとして、未来を構想することもできるだろう。しかし、私はあくまでも成功学、希望の復活としての未来を説いていきたい。すべての人たちが明るく生きていける世の中を作るために、日本と世界の帆柱として立ち続けたいと思う。2012年12月、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。未来の方、目次。前書き。序章、勝利への道。思いの力に目覚めよ。1、思いこそ自分自身である。2、信念の力が人生を変える。強い信念、思念を持ち、自分の人生をねじ曲げよ。有限で悲観的な自己像に縛られるな。3、自らの使命に目覚めよう。使命に目覚め、人々や環境を変えていく力を得よ。思いを強く、正しく、明るく、建設的で積極的なものにせよ。4、信ずる力による勝利を。思念の力を妨げるマイナスのものを取り除け。信ずる力によって無限界となれ。心に積極的イメージを描くことで病も癒える。天上界の大いなる光と一体となれ。すべての経験を魂の糧に変えよ。5、無限の未来を開こう。どのような未来を心に描くのか。試練と戦い、肉親の菩薩となれ。第一章、成功学入門。理想を実現するための考え方。1、思いの力を信じよう。成功とは結果ではなく、自分自身が高まっていく感覚のこと。思いの力を実感するには、10年単位の歳月が必要。自分の理想像を繰り返し心の中で描けるか。若い頃の主観的自己像は当たっていないことが多い。2、嫉妬への対処法。成功の過程でライバルや敵の出現は避けられない。ライバルは自分の姿を映し出す鏡でもある。批判する側には甘えもある。3、失敗から何を学ぶか。失敗にどう対処するかが成功への道。失敗の中から成功の趣旨をつかみ出そう。4、リーダーとしての器作り。多くの人の力を結集できる大きな器を作る。自分より力のある人を部下として使えるか。若い部下に嫉妬しない上司になる。成長の過程を楽しみ、永遠の挑戦をしていこう。第2章、心が折れてたまるか。強い心を発見すれば未来が変わる。1、
心は折れるものではない。大震災以降気になりだした心が折れるという表現、心が折れてたまるかは一括の言葉。2、心が折れるのはどのような人か。心が折れる人の特徴。1、頭が固い。心が折れる人の特徴。2、完全主義者。心が折れる人の特徴。3、利己主義者。3、試練が心を強くする。人間の心の中には仏性が宿っている。この世は魂を磨くための学校である。諦めずに続けることの大切さ。試練を受け止め粘り腰で乗り越える。人生の底から再スタートを切ろう。4、心の中には100倍の力が眠っている。第3章、積極的に生きる。失敗を恐れずチャレンジし続けよう。1、日本の美点を見直そう。発展繁栄と調和が融合して成り立っている日本。日本は昔から高い文化水準を維持してきた。日本の女性指導者の美徳とは、自国の歴史を知り、善悪などを公正な観点から見ていこう。2、日本が世界のリーダーとなるために、植民地支配について考える。各国の独自性を生かしつつ、共存していく道を選ぶ。3、チャレンジする姿勢が未来を開く。基本的に強みで戦うことが勝利への道。楽天家タイプの子供と原点主義の子供の違い。学校と実社会では評価が逆転することもある。楽天家で自家発電をしていくタイプがリーダーに向く。リーダーに求められる器の大きさ。成功への道は失敗の積み重ねの中から出てくる。失敗や挫折、苦難、困難に対して免疫力をつけよう。強い個性を伸ばしつつ、社会に貢献していこう。第4章、未来を作る力。新しい時代を切り開くために。1、国防等での意識改革が必要な日本。アフリカでの私の英語説法は現地のテレビで生中継された。幸福の科学の映画によって日本人を啓蒙したい。2、成功者となるためには思いの先行性は厳然とした事実。成功には頭の良さだけではなく、志が大きく影響する。根性、学習、出会いの3つが創造性のある人になる条件。3、時代を作り出す幸福の科学。ニーズの発見からニーズの創造、時代の創造へ。先が読めれば人は後からついてくる。私の海外巡釈が世界に与えてきた影響とは、中国や北朝鮮にも幸福と平和をもたらしたい。4、使える英語、使える知識を身につける。英語を話せれば大きな力を発揮できる。英語で発信できるレベルを目標に。情報を知識に変え、未来を作ろう。第5章、希望の復活。さらなる未来の発展を目指して。1、日本にはまだまだ力がある。2、精神革命によって世界を救う。
世界が抱えている2つの大きな問題とは、あの世の存在証明によって無神論国家との戦争を彫刻したい、神の子である全ての人々に自由を与えよ、神仏の心を信じることで世界は一つになれる、3、国家としての繁栄の目標を持て、先進国をも救うことができる日本。日本が経済的に滅びることは絶対にない。現状復帰を良しとせず、さらなる繁栄を目指そう。後書き。後書き。我が説く言葉の上に未来は築かれる。日本語でも英語でも何度も繰り返して、私はこの聖句を述べ続けてきた。誰がたとえ何と言おうとも、私は希望の主であり、悟りを開きたるブッダであり、最大の救世主である。心が折れてたまるかや、積極的に生きるは、私自身の心情でもある。私たちは必ずや新しい社会を築くことができる。未来を作ろうとするその心の力によって、信仰の持つ本当の意味を万人に告げ知らせる時が来たのだ。2012年12月、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。